日本のパンク文化は1970年代後半に登場し、独自のスタイルで世界のパンクシーンに影響を与えました。この文化は万体色的であり、自由な表現と個性の強調を特徴としています。日本のパンクバンドは、グしー音楽と直接的な歌詞で知られており、社会的、政治的なテーマを取り上げることが多いです。ファッション面では、 格ジャケット、埋もれたジーンズ、カラフルなヘアスタイルなどが特徴です。このスタイルは伝統的な日本の美学とは異言を話し、若者たちの反乱心を象徴しています。日本のパンク文化は音楽だけでなく、あと映画文学にも大きな影響を与えています。時代が変わってもこの文化は日本の若者に自己表現の場を提供し続けており、 社会に対する挑戦的な態度を保っています。パンクは日本で独自の進化を築げ世界的なパンク誌においても重要な役割を果たしています。